結構だよ。そムロヒはさ、ムロヒムロヒ、あれはかっこいい、かっこいいんだよ、ほんだよ、これはかっこいいんだよ。ちょっと待ってよ、ムロヒ電話しよう。何やってんのあいつ。あ、あ、チャンマンに電話しちゃった。間違って、アンユーに電話しちゃった。間違った、間違った、ウーナに電話しちゃった。あれだ、間違った、ウーナに電話しちゃった。派手すぎる。銀時計に行ってのは分かんない。何やってんのあいつ。あ、トイレじゃない、まさか。あいついつもトイレなんだよ。押せんな、バカ。来た。うっす。ヤミコ、お疲れっす。うっす。久しぶりでーす。お邪魔します。いやー、すいません、お世話になって。うっす。リュック置くとかさ、なんかしたら。リュック下置くっす。よっしゃー。久しぶりの鍋。あ、お疲れ様です。あ、チャンマンからふざ入った。チャンマン、チャンマン電話しようか。あ、電話。みんなな、信用してへんねん。電話やばいんじゃんすか、でも。いいよ。声、いいよ。声大丈夫やったっけ、うん、いや、声今ダメでしょ。大丈夫でしょ。声、声大丈夫。いける。あ、チャンマンお疲れ。はーい、どうした。あ、今日よろしくね。うん。うん。何時くらいに着く、そっち。いや、だって、13時までっていう。13時よ。うん、了解了解。だから、うん、言ってるから、それに間に合うようにやってってるよ。うん、了解了解。今どこらへん？今は、うん。エナかな。おお、めっちゃ近いや、やばいな。イナ、え？やばいな、ほら、俺たちも急いで、うん、向かうわ。いやいや、お前ら上道で行くんだろ？あ、そうだよ。うん。うん。うん、俺の時下道だもん。うん、了解了解。だから、どこどこだと思うよ。うん、あれだろ、あの、肉とか適当でいいだろ。あ、これから買い出ししてから行くのか。うん、任せるよ、そんなの。オッケーオッケー。でよ、うん、もしそっちが先に着いてたら、うん、配信しながら入るわけだろ、お前ら。ああ、そうだな。こっち映すなよ。おう、分かってる分かってる、大丈夫大丈夫な。おう、分かってる分かってる。だ、俺が単独になってからだったら俺映してもいいけど。おう、了解了解。そこ頼むね、みやみよ。おう、了解了解。え、誰が来んだよ。いや、ムロヒ、ムロヒ。マルヒなんだろ。いや、ムロヒ、いや、ヨギからよ、大丈夫だよ。よか、怪しいな、うん、お前ヘラの嫁呼んでんじゃねえだろうな。呼んでねえ、大丈夫だよ。そうだよ、お前。お、了解了解、楽しみにしてるよ。だよ。うん、じゃあ後でね。おーい、おーい。出た出た。これ配信会初だよ。みやびくんとうなちゃんの組み合わせがまず僕、うなが、はい、うながなんて言ったってウナが外配信で、しかもアウトドアで、しかも他の配信者とお泊まりなんてことは今までかつて一度もなかったわ。確かに確かに、うん、これが、いやでも僕の中でハテナハテナハテナですよ今回、うん、ねえ、どうなるのっていう、ね、まあ結構し仲はいいんですか、ウナとはもう17年の、うん、でコラボ配信もよくやっ、そんなでも仲もないでしょ。ないよ。でも17年前からのお知り合いなの。まあまあまあね、配信お互いは知ってるみたいな、うん、まあまあ、いやまあ、まあどうなるのって感じですけど。ちょっと住所入れよう。だってだってえ、で、うなちゃんはどうやって来んの。車もないですよね。プレゼンター、セキュー。うん、無理からありがとう。まあなんか、あ、ありがとうございます。あ、うなさ、俺車運転するからさ、無理さ、配信つけない。あ、行く間、うん、もうでもこのままでもいいっすよ。じゃあこうやってやってくれる？あ、オッケーです。打つだね、あれから。うん。じゃあ、向けれんのこれ。うん？くる、向けれる？あ、いける。うん。そうです。これじゃあ、よろしくお願いします。じゃあ、はじめましての方もいると思うんで、自己紹介させていただきます。うん。はい。いやん。ねえ。
ほら、はい、言え、席を、席飯炊くのが趣味特技。あ、そうで、席飯炊くのが趣味特技。寄付スペシャル室日です。じゃあ僕もやっぱりやっとかないとね。はい、いきます。え、あんの、あ、何、いきます。何何何、地雷を炊くのが趣味特技。地雷を炊くのが趣味特技。はい、リリアちゃんも泣きました。室日です。行っちゃうぞ。知ってたんや。最低だなお前、本当に。最低じゃないよ。何でも行くんだな。出されたものは残さず食べるだな。ひどいね。いや、もうやっぱもう先輩方がそうして来てるの見てるんで、ね。いや、俺、いけないでしょ、あそこらへん。いや、もう切腹する思いで。そんな、リリアちゃんなんかにフェラさせたらさ、歯の間になんかクルナ挟まってるよってさ。いや、もうやめて。自分のチンゲじゃねえかよ、みたいな。えぐっ。いや、ちょっと早いよ、ちょっと。10時半やから。えぐっ。やめて。すげえ。宮部くんとか、大先輩に肩並ぶなって思ったら、いきますよ。やばいでしょ。やばいっすよ。いやナビ間違っちゃうまである、俺。あれすごいね、行くね。何おっしゃいますよ。もう山登りの状態だね。そこに山があるから登ると一緒じゃん。そこに女がいるからやるみたいなさ。誰でもかんでもじゃないよ、宮城くん。それはそれは誰でもかんでもじゃないよ。やっぱ僕も選んで。いや、俺も結構マニアックな方だけど、あそこら辺はきついよ。いや、だからそのやっぱ誰もが登れない山を登らないと。そう、誰もが登れるような山登ってもね、いい景色見れないんで。だってあそこら辺普通にさ、ねえ、ラムネを噛む、ラムネをかじるようにさ、安定剤かじってる人だよ。やめてよ、もう。言い方悪いわ。だって本当じゃん。いや、まあ。本当。まあまあね。ねえ。すごいよ。ありますけれども。ねえ。あそこ行く。いや、俺無理。行ける。いや、みやびくんは行けるよ。行けません。みやびくんは行ける。みやびくんは、ほんま結構誰でも行けないで。行けるよね。行けないで。延長します。行きますよ。延長アイテム、ハード高校、またバカ10個お願いします。行けないで、俺は。行けるよ。無理。無理やって。え、悪いね。無理やって。だって俺、だから、あのことを。熊坂さんです。あの子とさ、2回さ、誰ですか、泊まったけどさ、誰だっけ、あの、何だっけ、誰の話ね、恐怖来なくていいよ、バカって感じだわ。ね、ちゃんと読んで、はい、読んでくれる、俺バカになっちゃう、ね、あ、もちろんもちろん。今から岐阜県行きます。え、メンバーとも3人ですか今回は。いや、違うみたいだよ。どういうこと。なんかチャンマンが、え、うん、誰か連れてきてると、あ、誰か連れてきてるってこと、うん、なんかギャルを連れてくるみたいだよ、チャンマンが、うん。いやいや、どう、それは聞いてないですか。もう宮城が聞いてるんですか。聞いてない、まだ聞いてないですね、うん、まあ、でも ゲストがいる。園長、まだ、あ、お願いします。もう行けますか。もういいですか。すごいよね。あ、ありがとう、トロフィーごっさんです。ギャングさん、あ、ギャングちゃんいらっしゃい。ねえ、すごいね。何がよ。いや、もっとあるでしょ、いろいろ。何が、 そこ先に言う。いろいろ話題、久しぶりやったのに、みやびくん、もっとなんか募る話があるでしょ。別に何もないね、俺は。なんでやん。え、なんか宮城くんでもいろいろ聞いたんですよ、結婚後のあんとかとか。そう、僕全然聞いてないですけど。あ、俺それな、どういうこと。僕それ直接聞いてないからあれなんですけど。うん、誰も言ってないもん。え、でも放送で言ったんでしょ。あ、これでさらっとね。どういうこと。いや、どういうことって言ったから、そのままだよ。え、結婚すんの。いや、したよ。え、したよ。え、今旦那さんってこと。そう。え、したよ。したの。うん、誰と。え、女の人と。いや、誰よ、俺知らんよ、それ。誰リスナーさん。え、まあ、2年間付き合ったら別れたり、付き合ったら別れたりみたいな感じで。ああ、知り合ったのはもう結構前に。2年前。あ、そうなんだ、うん、2年前。あ、2年前ので知り合ったり。そう リスナーさん行ったんですか。え、うん、リスナーさん。まあまあね、まあ、出会い、リスナーさんも出会いやからね。うん、へ、だってもう、うん、え、
もう何十回も会ってるし。ああまあねまあね、うん、付き合ったり別れたりで。そうそうそう。えでそんな関係やったのになんで結婚ってなったんですか。え、うん、なんでそんな関係やったのに。いやもう最初から俺はお前のことは嫌いだし、うん、お前のことはブスだし好きじゃないって言ってたのに、うん、でもそれでもなんかずっと好き好きって言ってくれて、うん、あここまで好きって思ってもらえるんだったら、うん、もう間違いないなみたいな。えじゃああっちからのプッシュなんですね、相手さんからの。まあ、結構ね、うん、だからでも折れたというか、折れたっていうかまあそこまで大事にしてくれるんだったらじゃあ結婚してあげようかみたいな。いや上からやな。上から。え罰何分でしたっけ。俺罰4。え、罰4でそんな上から言える。言える。ええー、言える。言える。うん。いやでもほんまにでもちょっとこれ最後にするぐらいだってスーパーアイドルだもん俺は。言うて光源氏。うん。スーパーアイドル。うん、スーパーアイドルだもん。ちょっとまさかとは思ってたけど。ん、まさかとは思ってない。え、そうなんだ。もうしたんだ。した。みんなすごいな、こんな元気な人いる。した。そうでしょう。した。漫画やん、バツ4って。なんで。だって、あれやで、絶対ったかな、不適合者っすよ。なんで。あの人なんかバツ7だよ。だ、誰。ビッグダディなんて。あー、ビッグダディね、うん、はい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 。自分の周りにそういう人がいないからびっくりするだけで、俺の周りにはいるから、なんとも思わない。まあまあ、確かにね、うん、まあ別に、うん、ほんまに会う人とやったらね、長く続くからね。そうそう、うん、確かに。でもそんな言ってくれる人やったらなんかね、いい人でしょうね。やっぱほんまに好きって思ってくれてるから。うん、そう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 。やっぱさ、この年だったらさ、大事にされる方がいいじゃん。いや絶対ね、もう絶対追いかけるよりさ、はい、追いかける勢いよりもさ、大事にされた方が絶対いいもん。癒しをね。そうそうそう、はいはいはい、家帰ってきて安心と癒しを。そうそうそう。だからさ、え、一緒に住んでるんですか。うん、一緒に住んでる、うん、だからさ、例えばさ、こうやってさ、じゃああそこ行きますってなるじゃん、うん、こうやってさ、旅行きますってなるじゃん、うん、そしたらさ、ちゃんとさ、服とさ、服とかさ、うん、常備薬とかさ、全部さ、あ、揃えて入れてくれてさ、旅行の用意を、うん、だから行ってらっしゃいって言ってきますって。何それ、新婚してんじゃん。マジで。マジで。そうなんすか。いいよ。いや、いいでしょ、そらね。そら、も用意してもらってみたいな。そんなんさ、俺バーってさ、あー、アマゾン見ててさ、はい、あこの靴欲しいなと思ってさ、ポチッと押したらさ、はいはい、ポチッとこうやって来るんだからさ、ここが可愛くない、これ。いや、可愛い。それ、ツイッター投げてたやつでしょ。そうそうそう。それ可愛いですね。うん。それは、もう、それはいいよ、人生。この靴欲しいな、ポチッと押したらさ、なんか、ポチッと届いちゃうみたいなさ。それは、そういう、そういう人生がいい。らしいね、今ちょっと有頂天よ、みやびくん。そう、アムロイさ、そういえばさ、はい、車買わない。車買わない。そんな軽く言える。何の車これ。これ、あ、これ、うん、これいいけどね、めちゃめちゃ。いくらで買う。いや、僕そんな分からへんわ。車なんか軽しか乗ったことないから、ね、いらないんだよ俺、これ。いらないと。何、ファミリーカー買うの。ん、ファミリーカーは買わないけど乗り換えんの。車検は。これはね、もう車検ぐらいですか。うん、全然あと1年半ある。うん、いや、僕にはこんな買えばいいじゃん。高級車ちょっとまだ早いじゃん。いや、高いですよ、ほんまに。安い。安く売ってあげるよ、それに。マジマジ。いや、まだ早いよ、僕ちょっとそれ。乗りたいけどね。うん、めちゃめちゃ快適やもんね、この車。うん、俺もね、あれなんだよね、だから。もう買い替えたいなと思ってさ。はい、まあね、それはそういうことやね。そんなさらっとやれても。買い替えようって言ってたんですよ。なんぼなんすか、ちなみに。何ぼぐらいなの。僕分からないですよ、相場とか。これ、うん、大体どのぐらいで考えて。100万でいいよ。100万、どうなの。分からんよ、俺。いや、まあでも100万、そんな僕もすぐ出せるようなあれじゃないけど。100万も考えるけど。分割でいいよ。分割で。俺もさ、だから車買うからさ。うん、何買おうと思ってんすか。もう欲しいのは、CSL か、ベンツ、うん、CSL か、それか、ジャガー。あ、ジャガーかっこいい、うん、確かに。どっちかにしようかなと思って。でも、ジャガー似合いそうですけどね。ベンツもかっこいいけどね、やっぱり。でも、長く乗るんだったら、現行の、うん、CSL がいいかな、みたいな。絶対そうです。でも、めっちゃ高いんちゃうんすか。うん、めっちゃ高いんちゃうんすか。いや、全然。だって、買うってそんな新車で買えるわけないからさ、600万ぐらいかな。600万。うん。
ちは。すげえ。宮部くん車好きですよね。うん、車好き。車好きな人やったら600万普通にあれか欲しいもん、うん、やったらゲットするんか。いいよね、別に。僕結構乗れたらいいで考えてるからな。うん、それはいいの、車乗りたいけどね。さ、あの趣味っていうかさ、好きなものに突っ込むっていうだけさ。そうですよね。うん、好きだったらいいかなみたいなさ。確かに確かに好きやったらね。ね。そう、今からキャンプです。